Welcome to the Gundam Online。 どうもシルビです。久々のような気がする北極チキ、北極チキなんか機体を変えて間もなく前回に続きこの4機でございます。間がなかった。デッキマップによってデッキを決めたいですよね、このマップだったらこれみたいな。まあせめてマップによって変えられなくてもデッキ、複数デッキは絶対あった方がいいと思うんですけどね。いや課金でも買う人はいると思うんですよ、私とか。そこは課金してもいいかなと思います。非常に重要。いただいたー、いただいたー。ね、ちょっとヘビーフォースだと初動遅れますな。さすがにドブとか高機動ゲルググとかよりは遅いなという感じですね。いい動きだ、いいムーブだ。負けたらんねえぜ。いいムーブだった。そして私はバズーカを外したあれは、ロックされた。あれはカエル系ですかね。さあ、どう出る。残念。しかも格闘文字、盾はないんですけどね。まあ、相手の方が見えてたんでね、その分分があったかなと。ちょっとレーダーの数が少ないのがネックですね、これ。6はあるが7と3を取られているという状況。こっちでちょっと押していきましょう。あれなんですね、今更の話なんですけど、マップって左右対称じゃないじゃないですか。右と左によって割とですね、若干の有利不利ってのは存在します。なぜならそもそもどのマップもですね、割と何度も変更が入ってるわけですよ。だから初期のコンセプトからするとですね、マップ自体が変わってるんです。ああ燃えたし、しゃがめません。長すぎじゃねみたいな感じですか。燃えまくっちゃいます。何じゃこれ。迷子にいるよ。あった。ちょっとっていうかだいぶ押されてますね。ミノこっちに使っちゃったな。まあ4にミノ一発撃ってば3とかいけんじゃないかなという気はするんですけど、対空が助かったぜ。気づくかどうかっていうのが大事なんですよね。燃えたし、おおおお、だいぶ差が入ってますね。殴られてるわけじゃないですけど、めっちゃ負け刈られてる。これまずいと思いますよ、このパターン。どっか起死回生の、何かをしないとまずいですね。単純にここは押されてますね、あんなとこ入れるんですね。あ、ここにいるってことですね。
さあね、そうそう、めっちゃさっき歩兵やられてましたからね。設立さ、あ、ダメだよ、すごく臭いました。ほう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 、いただき、ダブルキュー、ダブルキューでございます。トイプキーでございます。あー、もう一匹いなければやれた。残念。さあ、先手は取られてるが、芸術はまだめちゃくちゃに差はついていない。ただこのままだとまずい。割と大劣勢という感じですね。またさっきもここに登った人、割と前に攻める子ですね。素晴らしいよ。敵ながらあっぱれ。しのぎちゃん、よし、中央取ろう。出ちゃうんじゃねえの。バックマイヤーが撃たれてますけど、ちょい、いていていて、上を取ろう、上を。オッケーオッケー。前に出る人がちょっと少ないかなという感じですね。調子もつくよかったな。ネズミそんなとこから撃っててもあんま効果ねえべ。せめてここに対空砲を置こう。もうダメ、これダメですね。そこじゃねえんだよ。これちょっとまずいパターンですよ。ここにね、行く人がいなさすぎる。受けに回ってる。攻めないと。これでこそ。こんなところに出て、もう対抗を相手の方がしっかり打ってますかね。出る人がいねえ。前が前衛出ようよ。少ねえ。人が足りなすぎる。一体常に5ぐらいっていう状況。なんだこれ。いや、マカクがめちゃめちゃ多いってわけでもないんですけど、ただ単純に全衛力不足。どうしたもんですかね、これ。前に出る人がいない。
もうここ放棄したらいいんじゃねえのっていう感じの感じですけど、これ期待がないんですが、もうここはダメだな、ここは地雷だ、どうしようもない、交換とこから攻めた方がいい、せめて7トルとかそっちの方ですね、私はもうここには行かない、これ前行く人が少なすぎてた、敵もいないんでね、南だとビーコン欲しいですな、こっち行こう、行かない、行ってたまるかい、あの状況を見て行っても仕方ない、なんでさっきから撃たれてるんですかね、割と撃たれてますね、敵のフォローの方がいいってことなんでしょうな、悔しいな、単純にこれ歩兵負けですよ、単純に歩兵負けですね、階級はどっちも高いです、ただ単純にこっちがやっぱあの歩兵負けです、これはだから、階級なんだね、これ自爆してもよかったかなという気はするんですが、北からガンガン行きますよ、北か南から行きます、あと7番で、ね、1回入ればまだわからない、ここにビーコンあるんじゃないか、なんで中央に出すんだ、中央だとここ通らなきゃいけないんでね、通れないんですよね、あそこ通れないですよ、今ここに、まあただ下は出してたんでしょうね、ああ下に出てるし、なんというこの間の悪い感じ、吸収の数自体はそんなに少ないわけではないので、ただ単純にやっぱ削られてるんでしょうね、でこっちももう2へ4っていう感じで無視しだしたので敵もばらけ始めた、それがありがたい、爆撃だらけや、やっとこっちに押せる、ダメダメ、こっち側から出れるのを出さない、あっちいらない、うん、こっちから来ないとダメ、いけるかな、いけたらいいなという感じ、まあけどチャレンジしなきゃ、こうしないと勝てない、
かった。入られましたね。2位取られた。前に出る人が少ない。前の意識を持っていこう。みんな少ないですから、 前の意識が超少ない。足りてない。これは敵と味方の差です。そこが前へ行こうよ、ね、アクトザクですらあそこに行けるんだから。思いますよ。いや本当に行く人の多さが多いほど、多ければ多いほどチャンスが生まれるんで、さっきみたいにあの2の前に誰も行かないような状況はやっぱりこうなりますよね、それも仕方ないです。どん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 押されますからね、前に出るのが攻めこそ最大の武器このゲームは。さあ行ってくれお前よ。ちょっとだけ外れた。ナイスナイス。厳しいですね。とても厳しいですね、まあ、階級だから階級差めちゃめちゃあるわけではないので、ただ単純に歩兵者ですね。悔しい。だからこそ悔しいですね。これがあの連帯とかそういうものだったらまた話は違うんですけど、まあ、私はソロ、今ソロなんですけどね。そういうのがあるので、2位が落ちてなかった、それも落ちるよ。この流れだとね。そして、死に出すときは、みんなやるんです。これよくやるんですけど、あの、この、ここのマップ、核の出方がおかしい。あの、一番近いところに出るので、ああいう出し方をすると死んでちゃうみたいなね。気をつけましょうね。結構ありますよ。結構やってる人多いです、しかも。人がいない。誰も出てくれないのか。それが今の現状か。出ようよ。前線に出ようよ。なんでこんなにいないんだ。ちゃんとレーダー打ってますからね。核いってる。まだ生き残る。マジか。ああもう、はい、入ってきましたね。まあこれは今回はあのこういう例です。守りに入っちゃうとダメですね、初動から守りすぎです。守りすぎ間違いないです。てか守りすぎっていうか前に空が見えなかった。なるべくしてなってます。これはこれはなるべくしてなったケースですね、おかしいですね。もっと前行こうよ。前行こうぜ。前に行く人が少ない。人数的に教習とかもそれなりにいるんですけど、もう完全におじけづいてるんですね、これね。おじけづいてるのと、あと、あの、後手に回ってるんです。敵が来るのを待ってるっていう感じですね。それはあかんでって、先手を取らないとっていう。あの子はずーっと攻めてますね。最前線で見かけるんでね。死ぬこと押されるな。そのことを恐れるなという感じでした。
もっとね北と南に分かれてネズミとか行ければ話は違ったんですけど、ちょっと私もネズミに転移するのも遅かったのと、今回ヘビストライカーヘビポーズだったっていうちょっと足回りの悪さっていうのもあったんで、まあ、やっぱ教師はいた方がこういう北極基地においてとか北極基地とか砂漠とかは教師がいた方がいいかなという気はしますね、なかなか難しい感じでした。なんだろうな、なかなか階級的にはこの見た感じそんなにめちゃめちゃ、まあ、ジオの階級って 見づらいんですけどね、まあ若干順調が多いのかなという感じですね。もっと前に前に前にって感じでしたね、前に行ってほしかった。2の前の高台に乗ってる人がほとんどいなかったので、これはなるべくしてなった結果です。序盤からあこの流れは良くないって感じだったんですけどね、で私みたいに行く人がかっこ激化されてどん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 っていう感じ で行く人が多ければその間ね、私が激化された間にカバーが入って若干ってまたすぐ私も行ってみたいな感じで少しずつ前に行くんですけど、敵はそれをやってきたんですね、ただこっちはそうではなくて行く人の総数がそもそも強襲とか銃撃はいたんですけども、後ろから殴ってるだけだったのでどん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 全員が潰れていって、後衛としてはまたさらに下がって順に下がってっていう感じでどんどんラインが下がっていくんですね。全員がラインを作ってるので、そういうちょっと強襲が少ないんではなくて全員が少ないんじゃなくて前に出る人が全然純粋に足りなかった、そんな試合でございました。ちょっと悔しい試合でしたね。それではですね、そんな感じで振り返ってみましょう。まあ、次は挙手を入れてやっぱこのマップへ行った方がいいなとしみじみ感じました。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。